和蝶とは、中世中国において、政府が人民に対して、合意に基づいた価格で、現税にで米を非強制的に買い上げること。和外制度の一種である。租税とは別に民間から米を調達する、蝶は、戦国時代の理解の説に見られ、全館以後に和外制度が成立した。米を民間より適正価格で買い上げることを、和蝶と呼ぶことは、北魏時代から見られるが、 本格化するのは中東の開面25年頃のことと見られている。この背景には財政規模の拡大と貨幣、金銀、経過などの被告物による租税納付の増加などがあった。安市の乱や続く西北の土板、海骨や北方の喫端に対抗するために辺境周辺部である館中などから民間が持つ食料や馬量を買い上げて、 変境の舞台に送る仕組みが作られた。総運の手間とコストを軽減する手段として用いられ、総代に入ると広く用いられて買い上げ、支払い方法によって区分されるようになり、毎年1000万国単位の米が和調されたが、本来の趣旨であった市場の相場あるいはそれに近い価格で買い上げるという原則が失われ、政府が合意のないままに安値で強制的に買い上げたり、 公私などの為替、証券類で支払いを行ったりするようになり、最悪の場合には、無償で強制的に買い上げるという実質素税と変わりのないことまで行われて、農村部を中心に民衆の窮防化と破産化を深刻なものとした。ありがとうございます。